い、小津の趣味部屋へようこそ。今回もね、ドラゴンボールフィギュア紹介していきたいと思います。まあちょっと今更感はあるんですけどね、はい、こちらをご紹介します。じゃじゃんと、はい、出た師匠魔人ベジータフィギュア。はい、一番くじとね、はい、やっとね師匠の、魔人ベジータゲットできました。はい、まあこれはね、引いてきたんじゃなくて、買いました。はい、まあね、もう結構ほとんど残ってないでしょうなのでもうしょうがないんでね、買いました。はい、いやこれはねほんとすげえ欲しかったんでね、やっぱね評判がいいらしいんですよね。でなんか出来がすごいっていうんでね、なのでねちょっとすごい期待してるんですけどね。はい、はい、ということでね、ちょっと早速ね、まあ、中身開けてみますか。はい、はい、ブリスターの状態ですけれども、まあ、こういう感じで入ってますね。まあ、本体に、まあ、頭部っていうか今日首元から上ですね。であとは、デパーツが一つ、はい、こういう感じで入ってますね。はい、ではね、早速、パカッと開けてね、じっくりと見ていきましょう。はい、ということでね開封しましたんで、見ていきましょう。はい、こちらじゃじゃじゃんとね、いやこれマジでかっこいいし、もうすげえ出来がいい。いやこれめっちゃかっこいいな、このベジータ。うわすごいいいわこれ。あのね結構ショーでフィギュアショーが結構今回いっぱいあったんですけどね、これ一番当たりじゃないかな。いやこれはすごい。いやみんなね、あのネット動画でね結構やっぱねベジータがすごいっていうのをね聞いてたんでね、まさに自分もその通りだと思います。ベジータめっちゃいい、これかっけー。まあねこれが決定版だっていう人もいますしね、まあ気持ちはわかりますね。かっこいいわこれで、パーツがね、2つついてて、こちらのデパーツですね。はい、とあとは、叫び顔、これもすごいな。いやーすげえ。ちょっとねじゃあパーツを変えてみたいと思います。まずはこの表情パーツでね、手パーツをチェンジ。はい、こういう感じですね。まあ、これだとね、何も残っちゃって感じですけどね、ポーズ的にね、まあシーン的にもこういうのはないですしね。これに、こちらの叫び顔をつけますと、よいしょ、はい、最後のね、ファイナルエクスプロージョンでしたっけ。はい、あれですね、あの再現いいね。いやすげえ、めっちゃいいね。いやほんとこれすげえわ。いやこれは当たりだな、ほんとベジータ。めっちゃいいよこれ。で逆にね、デパーツを、元のね、パーツにしますと、これでも別に叫び顔なんでね、別に違和感はないですね。これはいいなぁ、ほんと。いや、これ
こいいわ、ほんとこれ似てるしね、うん、いやこれは本当に当たりです、うん、いやこれはいいや、うん、すごいねこのベジータはね、うん、これが C 賞だもんね、うん、いやよかった。まあね、最後の、まあ、今回はね、おそらく最後になるとは思いますけれども、まあ、この一番口ね、うん、まあ、あの自分の欲しいフィギュアはね、軒並みゲットできましたんでね、あとはちょっとね色紙をちょっとコンプリートしてないんでね、それをちょっとコンプリートしたいんですよね色紙。なので色紙はね、まあ、1枚1枚中古で、探してあったら買っていくって感じでね、コンプリートを目指していきたいと思います。なのでね、まあ、今回の一番くじはこれにてと思いますが、まあね、ちょっとこれちょっと開けまして、あのね、実はもう一個ありまして、はい、こちらはい、 A 賞スーパーサイヤ人孫悟空フィギュア、はい、あのね、これもまあ引いたんじゃなくて買ったんですけれども、あのね、前回のね、動画でも言った通り、自分ね、この悟空のフィギュア飾るときは3パターンあるんですよね、顔の表情が。変身前、変身直後、変身後っていう感じでね、うん、だからこの3パターンで並べて飾りたいんですよ。で前回 A 賞とラストワンゲットできてるんで、であともう一体欲しいっていうのを話してたと思うんですよ、はい、なのでね、もう一個買っちゃいました、はい、なのでね、これでようやく、3体並べることができます。いやうーん、ということなんでね、もう悔いはないですね、一番くじ今回の。我が生涯に一片の悔いなしということで、まあね、次は劇場版のなんかあるんだっけ、うん、ブロリーとかね、うん、あれもねすげえいいんだよね、あれも狙っていきたいとは思うけど、まあ状況次第だよね、あれも人気ありそうだな、うん、まあ、とりあえずね、まあ、この他にもね、まあ他のフィギュア手に入り次第ね、ご紹介していきたいと思います。ですのでね、この機会に、ぜひね、チャンネル登録、またはねいいねボタン押してください、というのでね、最近ね、ちょっとね編集作業がねちょっと疲れるんですよね、うん、まあそれほどいい編集はしてないんですけれども、うん、まあできればね、ほんとね、まあゴロゴロ、ああ誰か俺の動画編集してくれないかな